落ち着いたのね。ノワールさん、何をしたの？今壊したのはゴールドサードの力の源である。でもこの塔にそんな秘密があったなんて。ノワールさん、ノワールさんには近づきません。だからノワールさん、あなたは迷惑をかけたから。本当にバカね、あなた。どっかのバカが面倒、おまけに自分が悪い。その分あなたはきちんと謝ったし、友達を辞めたいとか私のことを忘れてほしいとか。悲しいなんて、嫉妬してやきもち焼いて、それで自分が抑えられなくて暴走して。確かに嫉妬深いのは困るけど、でもその時はその時よ。約束したでしょ。じゃあ私こう見えても粘着た。ノワールさん、ありがとう。何泣いてるのよ。はい、めでたしめでたし。ここに行くのね。やっと着いたわ。でもボスでも倒してあげるわ。本当に一緒に来ないの？ケイシャ。はい、気持ちは落ち着きましたけど、それにリーダーを失った三頭が何をするかは。そう、私たちはモンスターを倒しながら。はい、そのあなたとはいろいろ話が合い。そろそろ。はい、じゃあ。はい、ノワールさん、お姉ちゃん、あれだけでよかったの？必要ないわよ。私の物語を遊ぶのね。やっと町に着いた。あら、お嬢ちゃん。お嬢ちゃん。私はお嬢ちゃんじゃなくてルイの守護女神で。あなたが女神？お嬢ちゃん面白いこと言うわね。だと思った。女神のこと一体。もし迷子なら案内するわよ。私ギルドで受付してるから。ギルド？あら、そう。私の妹たちを探している。ああ、あなた。あの子たちならお姉ちゃんと会うためにルイーの首都を目指すって。そういえばあなたと同じで、あの子たちも自分はめ。それはいつい数時間前よ。ありがとう。追いかけるのはいいけど回廊を使ってね。あそこを抜ければ近道だけど。分かった。分かったわ。この街道を抜ければ町に着くはず。見たことのないモンスター。どちらにしろ戦うだけ時間の無駄ね。さて、誰に舐められたものね。雑魚ね。私の番ね。私の。手ごわい相手だったわ。待って。え？うわ！ちょっとちょっと。にしても、まあ仕方ない。
それと君、邪魔よ。やっと起きたの？近くの町のホテルよ。私はブランね。よろしく。ええ、ん？なんでてめえがここにいるんだよ。急に人が変わったわね。私のことを知ってるの？人の顔を覚えるのは苦手で。はあ？覚えてねえとは言わせねえぞ。少し前に戦ったばかりだろうが。私と君が戦った？じゃあぶん殴って思い出させてやる。そこにじっと。ほらほら、無理。どういうつもりだってめえ。悪いけど本当に覚えてないわ。嘘つくんじゃねえ。嘘じゃないわ。だいたい一度襲ってるとしたら。それは言い返せないでしょ。ほら、分かったら横になりなさい。食べるってところは引っかかるけど。あ、元に戻った。君って面白い性格してるわね。うるさい。あまり慣れ。信じてくれ。分かったわ。けどどういたしまして。あなたには関係ない。関係あるわよ。ハンター。あら、知らないの？私はルビー出身よ。じゃあ知ってるでしょ。ライセンス。ルビー出身なのに知らないの？話が進まないから。ライセンス制はそのままの意味よ。え、振り分ける。まあそういうことよ。なん、私も時々そう思うよ。そのライセンスが。そうそうよ。なる。まあライセンスと。それが。私はまともな暮らしが。徹底された管理社会。ふざけやがって。ルビーはそんな国じゃねえ。メルヘンな魔法の国でのんびりした。私の好きなルビーは。当たり前だろうが。こらこら、ほんと。え、それに。へえ。まあそう。残念。自分です。どうやって。なら適性検査は。検査を受け、ハンターになれ。それくらい。え、あ、そうだわ。何が目的。人の善意をそんな風に疑うの？あ、私も楽したい年頃なのよ。モンスターとも戦えてた。考えておく。ありがとう。さてどこで寝。床で寝ようとしてるの？それくらい見ればわかるわ。もしかして。しょうがないじゃない。おまけに他の部屋はいっぱい。理由があるならしか。あれ、いやよそんなの。何されるか。本当に私の。
してくれるの？ありがとう。心配してくれるの？ああ、戻ったわ。